結界が仕掛けてあるな。これでは侵入することができない。どうします、ガイ先生。それは五風結界だ。え？遅かったな、カカシ。いやいや、途中めんどくさいのに絡まれちゃってね。ナルト君、サクラさん。おし。ナルト。皆さん、一足早かったんですね。あら、そっちのおばあさんは？あ、砂の相談役の方です。さて、カカシよ、この結界はどうすれば外れる？この五風結界は、近辺に金と書かれた札を五箇所に貼り付けて結界を作ってるのよ。だから、目の前の札と他の四箇所にある札、そのすべてを剥がさなければ結界は外れない。なるほど。ならば。よし、カカシよ、札は俺たちに任せろ。すぐに解除してきてやる。ああ、頼む。よし、ガイハン、青春フルパワーで行くぞ。頼んだぞ。よし、この辺りだな。時間をかけるわけにはいかない。すぐに見つけてやる。1枚目はこれで解除できたわね。あれはガイ先生。なるほど、結界が外されてもトラップが発動し、敵の、まさか自分自身の偽物が現れるとはな。面白い。ここは俺に任せろ、ガイ先生。おそらくは他の3枚も同じような罠が仕掛けられている。みんな気をつけろよ。はい。リー、テンテン、次に行くぞ。それでは始めるか。
なかなかの強さだった。さすがは俺の偽物。次の札を探さなければ。これで2枚目です。気をつけろ。今度は私の偽物ね。いいわ。こいつの相手は私がやる。テンテン、一人で大丈夫ですか？自分のことは誰よりも知ってるつもりよ。大丈夫。私は負けないから。ほらほら、ここは任せて、さっさと先に行きなさい。ああ。頼んだぞ、テンテン。使い方がうまいか勝負よ。偽物とは言っても案外やるじゃない。残すはあと2枚か。
これで3枚目か。来ますね。次は僕の偽物ですか。リ。はい。ネジは最後の札に向かってください。頼んだぞ。行きますよ。こいつを始末するだけだな。終わらせる。目はない。
どうやら札を剥ぐことには成功したようだな。よし、さくら。はい。さて、ここからだな。ガラ、今行くからな。ここから先、戦いは避けられないだろう。みんな、準備はいいか？よし、行くぞ。さて、ドイツが人中力かな。うん。ガーラ、てめえら、てめえら、ぶっ潰す。あいつか。どうやらそうみたいだな。旦那。これ言ったら多分怒るだろうけどよ、あの人中力はオイラがやる。ノルマは一人一匹だろうが、図に乗るなよデイダラ。芸術家ってのはより強い刺激を求めねえと感情が鈍っちまうもんなんすよ旦那。キュービの人中力はなかなかに強いって噂だしな。じゃあな。待てこら！ナルトのやつ、いや、ナルトと俺は外のやつをやる。サクラと千代婆様は中のこいつを頼む。わかった。逃がすかよ！よし。ガーラを返しやがれ！変わった人中力だな、お前は。人中力はネクラで人嫌いだと聞いていたがな。それにこのガーラというやつも珍しい。ここまで他人に思われていた人中力もいなかった。かわいそうな嫌われ者同士、放っとけなかったか。ガーラは一尾を抜いたから死んだ。お前も直にそうなるんだよ。てめえら
潰してやる。思ったよりやるね。ん？たく勝手な行動をとって。カカシ先生、俺なんかの相手をしてていいのか。シャリンガンのカカシよ、言っちゃなんだが、サソリの旦那は俺より強いぜ。多分残してきたサクラたちが気になるが、こっちはこっちで気を抜けない。さあどうする。待ち上がれ。アルト、落ち着け。中力を取られただけじゃなく、なんでこいつらの面倒まで見なきゃならねえんだ。面倒くらいで済めばよいがの。とうに隠居した身のあんたが、この俺にかなうとでも思っているのか。それはなってみなくてはわかるまい。まずはサソリのやつを引きずり出さねばなるまいがな。引きずり出す？どういうことなんです？今のあやつはまことのサソリではない。本物はあの中に隠れておる。あの中に本物が？しかしあのヒルコは防御に特化した傀儡。あれを破壊する術をわしは持ち合わせておらん。しかしじゃサクラ、お前にはある砂で姫直伝の怪力がな。わかりました。やってみます。フォローは任せておけ。お前は全力でヒルコを破壊することだけを考えればよい。
そろそろいいか。知ってんだろ、俺は待たされんのが嫌いだってよ。安心しろ、すぐに終わらせる。行きます。まずは成功じゃ。はい。まさかヒルコが壊されるとはな。そのガキ案外やるじゃないか。遊びは今日で終わりだ、サソリよ。果たしてそううまくいくかな。ここからが本番じゃ。奥の方に逃げやがったな。逃がさねってばよ。なかなか近づけねえ。人中力をやるとは言ったが、もう起爆粘土は少ねえし、どうしたもんか。そもそもあのカカシが邪魔だな。サクラたちから離れすぎたな。これ以上の移動は避けたい。こりゃちんたらしてられないな。
それこそ本物のサソリじゃ。こうなってしまったら最後だ。お前たちに万が一はないぞ。退治しただけでわかる。ものすごい実戦経験の差と他者を倒してきた数。サクラ、恐れるな。このわしがおる。お前は後ろへ下がっており、まずは千代ば。あん、いいだろう。特別にこいつで相手をしてやる。それは。どうしたんです。それは三代目風影。そう。歴代の風影の中でも最強と謳われた忍びだ。こいつを作るのには苦労したが、それだけに気に入っている。隠居の重い腰を上げてみるもんじゃ。まだまだ死ぬには心残りがありすぎる。我が孫が悪党に身を落とすだけならまだしも、里を裏切り三度も風影に手をかけようと。三度。四代目風影を倒したのはオロチマルじゃったが、それを手引きしたのはあやつじゃ。そして今回のガーラも、さらには三代目まで。おいおい、四代目ってのは俺は知らねえぜ。手引きは俺の部下がやったことだ。確かに暁ではもともとオロチマルと組んでたから、いろいろやったが。オロチマル、あなたはオロチマルのことを。だからなんだ。どうせここで倒れるお前たちには関係のないことだろう。それはどうかな。倒れるのはお前の方かもしれぬぞ。お前の行いは身内であるわしとこの二人で清算してやる。それか。そうじゃ、お前が作った初めての傀儡、父と母じゃ。今さらそんなのでどうするつもりだ。手の内はバレバレだぜ。さっきも言ったがな、それはやってみなければわからん。これ以上話をしても無駄だな。さっさとやるか。来い。No!
年を重ねた。すごい。なんて戦い。やるな、千代馬。だが。その姿は。そうか。お前、自分の体を。久方ぶりだ。自分を使うのはな。さあ、そろそろ蹴りをつけるか。この状況、私はどうしたら。さくら、お前は逃げろ。お前を逃がすくらいの時間は今のわしでも作れる。私は3年前ナルトと約束したんだ。今度は2人で一緒にって。だから私はこんなところで負けるわけにはいかない。サクラ、お前何を。あいつは私が倒します。何を言っておる。お前では。すみません、でも引きたくないんです。私は約束したから。約束？それに綱手師匠から受け継いだ魔剣気が嫌というほど仕込んでありますから。さくら、約束だか魔剣気だか知らねえが、そんなもので俺に勝てると思うなよ。行くぞ。Yeah.
あやつ、いや、まさかな。さくら、お前、あの戦っている最中に毒を受けて。毒を受けたにもかかわらず無理して戦うからそうなる。毒がそれだけ早く回るだけだというのに。医療忍者としては失格だ。我慢しろ、すぐに終わる。無駄だ、すでに毒は全身を巡っている。医療忍術を使ったとしても、そ、今やっておるのは医療忍術ではない。己の生命エネルギーをそのまま分け与える転生忍術じゃ。そもそもこれは親を亡くし、親の傀儡と共にいることで寂しさを紛らわしていた。わしの孫のために編み出した術じゃ。何？この術があれば、傀儡にすら命を吹き込むことができる。くだらねえ。くだらないついでに、そこのガキに一つ無駄なことを教えてやろう。お前はオロチマルのことを知りたがっていたな。それなら草隠れにある天地教に行け。どういうこと？オロチマルの部下に俺のスパイがいる。そこでそいつと落ち合うことになってる。本当にくだらねえ。つけって言ってんでしょ。大丈夫だ、必ずガーラ君は取り戻す。だから落ち着け。分かったってばよ。いいか、ナルト、お前はこの手の相手には慣れていない。あいつはお前にとって相性の悪い遠距離タイプだ。じゃあどうしたらいいんだってばよ。こういう時はこっちで奴の隙を作り、そこにつけ込むしかない。どうやって？遠距離補助系の忍術を持っている奴が相手の注意を引く。ま、要するに今は俺に任せとけってことだ。カカシ先生に。ああ、まずは俺があいつの相手をして下に引きずり下ろす。その間お前は奴の隙を見つけて、あの鳥からガーラ君を救い出せ。わかっ、よし、それじゃ行くぞ、ナルト。
しと。あっと。アイテム入手と。マジな。俺もそうダサくはないってことだ。戦いに夢中になってる間に奪われちまったか。しかしさすがは畑かがしってとこだな、うん、ガラ。ぶん殴ってやる。やれるもんならやってみな。油断しすぎだよ。なんだ今の力は。あれだけは絶対許すわけにはいかねえ。なるほどな、これが九尾の力ってわけか。面白い。さすがに人中力2匹目ってのは虫が良すぎたか。粘土もチャクラももう足りねえ。ここまでだな。お前を逃がすのは惜しいがな、今回はここまでだ。うん。逃がさねえ。ナルト止まれ。また相手してやるよ。まあ、そん時までお前が生きてやったかな。
くそ。逃げたか。ん？さくらちゃん。ようやく会えた。こっちも終わったようじゃの。はい。あとはガイたちが到着するのを待つだけだな。ナルト。なんでガーラが、ガーラばっかりが、こんなんで死んだんじゃ。風かけだぞ。風かけになったばっかじゃねえか。少し落ち着け、渦巻きナルト。うるせえ。お前ら砂の忍びが、ガーラの中に化け物なんか入れなきゃ、こんなことにはならなかったんだ。お前ら、ガーラが何を思ってたか、少しは聞いたことあんのか。何が人中力だ。偉そうにそんな言葉作って呼んでんじゃねえ。アイスと同じ人中力です。砂隠れにいるどんなものよりもナルトは彼の気持ちが分かってしまう。どんな里でも人中力を見る目は冷たいものですからね。わしの手の上にお前の、助けずにはいられないんですよ。ナルトにとってガーラ君は同じ痛みを知る仲間ですから。くだらぬ年寄りどもが作ったこの忍びの世界に
前のようなやつが現れてくれて嬉しい。かつてわしのしてきたことは間違いばかりじゃった。しかし最後の最後になって正しいことがやっとできそうじゃ。砂と木の葉、これからの未来はわしらの時とは違ったものになろう。ナルトよ、わしからの最後のお願いじゃ。お前はガーラの痛みを知ってやることもできる唯一の存在じゃ。ガーラもお前の痛みを知っておる。ガーラを助けてやってくれ。俺とは誰だ。俺は会えた。ナルト。世話駆け上がって。なぜお前がここに。俺だけじゃねえ。お前を助けるためにみんな走ってたんだってばよ。俺はばあちゃんがすごい医療忍術でお前を生き返らせてくれたんだってばよ。今は疲れて寝ちゃったけど。違う。医療忍術なんかじゃない。転生忍術。千代ばあ様は死んだの。どういうことだってばよ。聞いたことがある。自分の命と引き換えに死んだものすら生き返らせる術が砂隠れで開発されたってな。千代ばあ様。ばあちゃん。ナルト、千代ばあ様はお前とガーラ君に未来を託した。
忍びらしい立派な最後だ。うん、三代目のじいちゃんと同じだ。そうだな。うん、ばあちゃんの思い今ならはっきりわかるってばよ。みな、千代ばあさまに祈りを。握手とかして別れんだろうけど、俺ってばそういうの苦手だからな。このまま